わけで、今日も決めですよ。この前バインミンやって、俺いなかった、お前おらんかったな、そういえば。それでめちゃめちゃやっぱりすごい2人がいたと。誰ですかと。その2人がマーボーと大輝、その2人がですね、はい、ちょっと飛び抜けすぎてるぞっていうことで、今回 ST の中の大食い1位は誰なんだっていうのを今日決めたいと思います。おー、まあこの前バインミーでターボーが勝った。でもやっぱあれはパンだわ、ご飯だと違うんじゃない。そっかそっか、種目を変えてみるとそういうことでございます。素晴らしい。ということで今日は寿司200貫を使ってですね、200、2人で200、2人で200、大丈夫、2人で200ということでですね、選手優勝。どうもー、まさかのこっちから出場、ターボーでーす。負けでいいですか。負けでよくない。出場せえよお前。ああ、入ってこいよ。あ、こうしていいの。人見知り。はい、ということで今回の主役でございますよ、この2人。大食い対決ですか。思ってる以上にエグいから。大輝最高何皿か。高2の時に54皿。俺過去だと俺30皿ぐらいだもん。負けで。え、ダメだ。ちなみに何本ぐらい。最高8皿ぐらい。女の子かお前。今日リーダーの正義さんはちょっと打ち合わせの方でいないので、僕がね今日進行、これで任せんな。進行司会進行、私がさせていただきます。いざよブルーアイスホワイトダッダッ。うわー、笑いが止まんないよ。この一列が大体一人前じゃん。まあまあそうか、言っちゃったということで、ルール説明を行います。お皿にまず5貫乗せていきます。はいはい。まあ一列ずつこうね、違う種類のやつをで、一皿終えるとまあ5貫食べ終わったなので、それの枚数で勝負を決めると。これ何したらいい。お互いサポート役としていうことで、どっちがいい。俺とバリ。やっぱりそれは中学の頃スポーツ何やってたか対決ということで。卓球が野球に負けるかよ。じゃあまあなんか適当に罰ゲーム決めとく。負けたらもうとっておきのお寿司ゲーム。オッケー、オッケー、オッケー。ということで、じゃあこのチームに分かれて頑張っていきましょう。オーイ、レッツお寿司。はい、ということで準備が整いました。もううまそう。もう早く食いたいからこれ。食うなお前バカ。全然こいつ応援する気ねえぞ。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。いただきまーす。いただきまーす。頑張るぜボイ。焼きハラス。いただきまーす。はい。サーモンのハラスっていうタイプかお前。おぉ、89巻いけるな。とあと10巻頑張れ。じゃあ私はツナ。マグロのことツナっていうタイプだけど。そうそうそう。いただきまーす。はーい、トゥーナね、トゥーナ。マジでお前やばい。はい、降参。じゃあ俺うまい時こうやるの。あ、そうなの。舌包みが鳴るとはこういうことですね。細胞一つ一つがマグロ取り入れってことによって。ちょっとバカ野郎。行きましょうよ。2皿目ください。もう2皿目。200完食あるよ、2人で。え、本当あるよね。もうそうなっちゃったらさ、日焼けになっちゃうからさ。そうそう、全然食って、100回じゃ食って。俺らは最強なんだ。そう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 。めっちゃ食べたいわ、これ。ちょっと申し訳ないけど、うますぎて。来ることないわ。まあ、マジで。やっぱ、大輝早いね。1皿来ましたね、2皿目。はい。もう遅いわ。もうこっち2皿終わっちゃってるから。いや、速さじゃないから、これ。大食いってやっぱ、マラソンなんだよね。こいつはオールスター感謝祭の猫です。違います。腹というものは満腹中枢というのがあります。いいが食って。はい、3皿目。はい、これがまあ15巻目ってことだね。うん、あ、そう、もう3皿でもいい。15巻目。そうそうそう。出す出す出すけ、日本語やばすぎて。じゃあ素晴らしいから、頑張れ。そう、頑張ろう。これ後半に言うやつだね。うまい。早食い関係ないとはいえ食うの遅えだ。遅え。もう分かってないよ。もうこいつバインミーも同じだった。びっくりするぐらいこの後止まるからね。分かって。俺は確かに遅いけど、もうこのペース落ちることない。3皿目。これ4皿目。はいはい。はい、この卵ムカつく。昆虫が裏返ってるみたい。やだこのマネージャー。はい、4皿目終わりました。よやっぱ寿司っていいね。マジ日本の心。マジで日本の心だわ。うるせえなお前。渋谷の若ギャルみたいなこと言いやがってお前はや。5皿目終わりました。4皿目いきました。4皿目で、4皿目なんてしょぼい。あ、もう早さじゃないから。何今の。30巻目終わりました。6皿目ですね。ということで7皿目いきます。これ一応1個4人前なんだよね。4人前をまあ今1人で終わります。おお、7皿目終わりました。はい、4人前終わりました。おお、醤油いります。なんか大丈夫、ガリとかいる。思い出したかのようにマネージメントするのやめろ。なんかこれぞ YouTuber って感じするよね。みんなができないようなことをね。 YouTube 万歳。うわ、
ローって何？今のは大輝のお得意のギャグ、おうをいつもと同じでつまんないなと思って、ああちょっと滑った結果がこちらの映像になります。あの滑りはね、あの満腹に響きますか。あー、くしくも、バインミーの時も滑ってます。はい、8皿目終了。いや、ほんとは今、2人の満腹中枢的には5が最高。5が最高。2.8 ぐらい。あと40巻はいけるかもしれない。いや、もっと 3.2 ぐらいあるな。すぐやった。虚言癖が出てきた。虚言癖。あなたの満腹中枢と 0.3 と。マジで？マジで？盛りなし。盛りなし。さあ、ちょっとペースが落ちてきました。なんていいだ。ちなみに俺まだお茶一滴飲んでないから。お題10皿目50巻。50巻だったね。まあ、数える。8入る。なんならめっちゃ早く食ってここまでいったら勝ちだから。ほら、お得意の早食いでよ、勝負つけるんだったらそれで勝つしかないんだよ。誰が早食いっつって、なんて言えばいいのこれ。11皿目が終わりました。55、60貫目。30皿。俺いつも30皿結構きついでいつも。でも俺らがさ、お茶使った、ついに。ついお腹いっぱいですか。一旦除外したい。じゃあ大輝、お前助けてやる。やだー、もう作戦は。あー、今耳元でゴキブリと叫びました。お前行ってこい。なんて言ったんですか。お前に勝ってほしいで頑張ってファイトって言って。何ポーブしてるの。じゃあ俺も。何ポーブって。何ポーブ。大学芋でめちゃくちゃね。すごい。デブだけど、でも胃袋は。アゴエンかい。青木君13。はい、13。当たり前のように出てないのよ。シャリがこいつだとしたら、いつもね、こうなってる。これを言ったらなんぼだ。13です。13。え、13？え、じゃあ何とっちゃうの。話え、なんかそっちの方が進んでよくない。なんで。何この怪奇現象。ジュース。わかった。なんかひっついてる。お前じゃねえか。お前かい。普通に動かされてんじゃん。11だよ。11？で、なおさらやる気です。これやばい。おー、今40皿目。13か。1回ぐらい計算しとけば。じゃあわかった。これは食おう。じゃあこれは食って相談しよう。相談ってなんだよ。あれじゃないの、それ今何皿目だっけ。13。関さん、13っていうのはどういう数字なんですか。13っていうのは悪魔の横になんかテディベアいんだよ。俺の胃袋も今思考停止してる。ちょっと突っ込んでよ、誰でもいいからさ。そこまでボケてねえじゃん。今胃袋がその時で声出ないの。分かった、分かった。取った森進一みたいな顔してる。チャンピオン。そんなもん。あ、そうもな。まあでも確かにネバーギブアップのことですか。おお、やばいやばい、吐くやつだこれ。これ俺は待っていた。今まで俺のやつ嘘だ。見せかけだったんだ。なんだと。こっから巻き返していくのか。いくら2個。うい。これで70貫目。15皿目。目がいってるから2個かみたいな顔してるやん。まあもうね、きつかったらもうギブアップの権利ありますから。タッチタイムということで。そうだ。タバさんどうですか。まあ全然いけますよ。さあ大輝さんどうですか。まあ俺も若干溜まってきてるけど、まだまだここからだと。15皿目のタバさん、ギブアップしますか。しません。おお、しない場合は1つ作ってください。作る。うわ、見た。これでもうジャッジ成立です。さあまだまだ余裕がある大輝さん、ギブアップしますか。よし。おお、ということは、おおお、ギブアップします。ギブアップするんかい。ギブアップかい。ギブアップするんかい。はい、ということでこの時点でターボさん優勝決定。51巻。61巻。10巻差だよ。こんなガタイの違いで。あ、これは後々サブちゃんで上げていきたいと思います。結果はターボさん2連覇。いいじゃん。ありがとう。すごい、すごい、すごい。いや、マジですごい。ということで、大輝さんの寿司ギャグが待っております。マネージャーまで。え、もうおい、あんだけね、偉そうなこと言ったんだから。そうそうそう。個人の寿司ギャグです。よし。お兄さん何してんすか。あ、日本呼ぶよね。マッサージしてんの。なんで俺が怪我してんの。ということで、ターボすげえなと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
きの壁など壊せよ。もしならばこの手で掴んだ。どんな時もこの